里崎チャンネル、こんにちは。こんにちは。さあ今日はパリング編です。はい、監督の談話、はい、去年の年末から、はい、どんな談話を出していたのか、はい、まず1位の工藤監督、はい、ホークスはレギュラーが頑張っているということもあるけども選手を育成していくというところをかけてやってきていると、うん、そういう意味ではレギュラーというより若い人たちが、振り込んで上を目指してもらおうと大いに期待していると、うん、厳しいノルマが設定された背景を説明したと、うん、だからもうね、なんか余裕ですね。はい、強い強い。いやもう上の人たちは任せとけばいいよ、育成よみたいな、しかももうレギュラー決まってるからねみたいな、はい、言ったじゃん、うん、崖っぷちの選手のところでも、はい、もう大体決まってるからね。そうですね、きついんだよ、うん、でも戦力 もう育てるとかいらないですよね。もう、うん、もういる人たちが十分できるからそこで競っていただいて、あとはもう未来のための育成をするよっていう。そうそうそう。で工藤監督は可動域や柔軟性、うん、筋力を測ったりジャンプテストをしたりしますと、うん、そういうのも含めてやりますと。ある程度の筋力や筋持久力などキャンプに入る時のコンディションが数字として出るのではないかと、うん、初日から取り組む新メニューの狙いを明かしたと、うん、自主トレをどれだけやってきたというのを測るテストでもあると思いますが、うん、何が足りないかというのはコンディショニングトレーナーが見て今後に生かしていきたいと、球団としてはそういうテストをして選手たちのコンディションを人数を測りたい、うん、いいですよね。いいですね、これ測るのをね、はい、そこを怪我しないように生かしていきたいですよね、うんうん、でもこういうのは、ね、測るのは、ね、いいんですよ。やっぱり選手がね、はい、どういう成長してるかもしくは加工してるのか、うん、今の状態を含めてこういうテストをして選手の中身を知らないと育てられないからね、はい、だから非常に余裕のある、うん、であとは、まあ、やることも毎年変わらない、はい、コンスタンスに継続してる取り込み、うん、もう絶対王者の監督のコメントする、はい、不安なしみたいな、はい、なんか余裕を感じましたね。はい、淡々と王者の道をこなしていきますっていう、いつも通りやりますよって感じですね。そう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 、うん、風格すら感じるっす、はい、で2位、千葉ロッテ、はい、江口監督と、去年の成績で言えばと、うん、レギュラーとしてポジションを保証されている選手はいませんと、どのポジションも今僕の中ではフラットですと、新外国人選手も補強する予定ですし、うん、球団にはうまくトレードも動いてほしいと言ってると、うん、どんな準備をしてキャンプインするか、楽しみですねっていう、うん、っていうコメントです。はい、江口さんは完全にフラットだと、うん、まあだから嘘だけどねこれはね、いつこっちの動画の方が先かもしれない。こっちの動画が先なんでね、うん、この後サバイバルポジションはどこだっていう動画でね、はい、ロッテのことも横一線は嘘っていう、ね、もうここは決まってるっていう、ね、うん、動画を言うんですけど、はい、まあ横一線はね、まあ嘘なんですけども、はい、まあ新外国人もね補強してるし、うん、まあその中でねどうなっていくのか、うん、まあだ、まあ、超大げさに言えばよ、はい、まあそれはフラットなのよ、うん、だってすっごいのが出てくるかもしれないじゃん、はい、決めててもね。確かに、うん、しかもロッテに、まあ、こんな言い方したらあれだけど、うん、すんごいのいないから、はい、もう、うん、ジャパン日本代表クラスとかタイトルホルダーっていうのがいないから、はい、まあ、絶対的なやつがいないっていうところでもこういうコメントになるのはまあ理解してるけども、なるほど、うん、まあ、その中でね、まあ、選手たちがどう奮起するのかね、うん、っていうところは、まあ、注目どころかなっていうね、うん、まあ、でも井口さん毎年あんまり同じようなコメントするね。大体フラットですっていうか、はい、で続いて3位西武、はい、辻監督、変わる勇気、そういう話をしようと思っていると、選手にはある程度話したけど、うん、コーチにちょっと甘く野球やってんじゃねえぞと怒ってやろうかと思ってと、うん、コーチにね、はい、V3 を逃したが一軍には野田バッテリーコーチが加わった以外川越は大きく変わっていないと、うん、コーチと選手との距離感に触れ辻監督は甘ちゃんじゃダメだよと、うん、そういうところから変えていかないと、うん、選手とコーチが仲良くしているようじゃ、コーチが選手に対して丸々ちゃんとちゃん呼びしているようじゃ話にならんと、ちゃん付け禁止令を出したっていう。ほー、そこから直していこうと、うん、だから辻さんはコーチと選手のそのなんかこうね、うん、距離感が嫌なんだろうね、はい、そのだからもうなるのよそう、うん、やっぱり嫌われたくないから、はい、コーチも、うん、あと選手の方が実績が上がってくると、うん、この関係性保つの難しいんだよ、うん、やっぱりそうですね。だって何十本もホームラン何百本ホームラン打ってるやついて、うん、もうそろそろ名球界の人間もいるし、うん、ホームラン王タイトルホルダーめっちゃいるじゃん。それ難しくなるんだよ。そこにちょっと打撃指導とかってなかなか言いづらいですよね。そうそうそう。そしたらなんとかちゃーんってなったりするんだけど、うん、もうそれが気に入らないんだろうね、うん、辻さんからすると。そうですね、だって王者西武のねあの時のもう絶対的レギュラーだから、うん、もうその闘争方針にかけるみたいな、はい、甘ぬるいんだよっていう、うん、だからそこはキャンプの声がけも気になる。そうですね、うん、いやただコーチってもちろんその選手の方が実績ある方も多いかもしれないですけど、その選手能力と指導能力ってまたまあ別とは言うじゃないですか。でもそれは信頼関係があってのだからね。ああそっか、
で、あとまあ気づきがコーチだからこその気づきがあったりもしますしね。だからそこを選手が求めてるかどうかにもよるよね。そうですよね。選手も言われたくないってなるかもしれない、なる可能性もあるし、ね、今はね球団の垣根を越えて自主トレとか同じして違うとこから情報を仕入れてきてるから、はい、は何言ってんだよって思うやつもいるかもしれないし、そうですね、難しいですね、うん、でも嫌われるわけにいかないし、うん、その選手はね実績とか結果っていう結果を出して来年雇ってくれる力を自分で示せるけど、はい、うん、コーチって難しいから示し方がないですよね。そうだから嫌われるわけにいかないよ、うん、大前提として、はい、っていう思考の人が多いわけ、はい、だからそういう姿勢になるけど辻さんからしたらそれが気に入らないんだよね、うん、なるほど。だからそういったところのなんか厳しい態度、はい、怒れないんだろうね、うん、だから何やいちゃんって呼んでるやつ怒れないでしょ、うん、はい、言えないですよね、うん、だってもしですよ袴田さんのこと、うん、袴田ちゃんって呼んでて、はい、普段やっててあのさって怒れなくない？怒れないです。しかも仲いい後輩のこと怒れないですもんね、うん、だからそういったところもやっぱ厳しく当たってほしいから、そんな言い方してたらもう厳しく当たれないだろうっていうね、うんうん、ことかなっていうのをねすごい理解できるなっていう、はい、で4位楽天、はい、石井監督と、うん、絵に描いた餅は食べられないと、うん、瞬発力の方が大事と、勝つ守り勝つ野球打ち勝つ野球とかいろんなところで聞かれるけども、うん、自分の中ではそれはないと、うん、投手戦で描いていた時に乱打戦になることもあるし、うん、それなら早めに投手交代しながら乱打戦を制していかなきゃいけないし、うん、投手戦になりそうだったら早めに投手を継投し固くいくことも必要だし、うん、試合の流れが大幅に変わったりもすると、うん、今日はエースだから投手戦、エースじゃないから乱打戦と定義していきながら進めたくないし、うん、で骨太のチーム作りを目指すと、うん、人間なら牛乳が骨に効く、うん、ただ単に牛乳を飲むだけではいけないと、正しい栄養の取り方をしているか前から言っていますが、自分なりの野球の教科書を作ってほしいと、うん、自分で行動できるような野球選手になってほしい、こっちが与えた、普通の教科書には普通のことしか書いてないと、うん、みんなが、持っていれば年々強くなっていきますし、うん、新人の人にもこうなんだよとちゃんと言えると、うん、今で言えばそういう人があまりいないと、うん、それが集まっていくことで骨太のチームになると、うん、チームの伝統というものはそういうとこから作っていかなきゃいけないと、うん、ファンにとって宝物である13年の日本一と、うん、就任会見で覚悟の上口にしたと、うん、きれい事で言ったつもりはなく、この職に就いた理由としてはぶれたくなかったと、うん、別にGM がやれるから楽天に来たわけじゃないし、補強して楽天の良さがなくなったんじゃないかという話もありますが、うん、チームの強さと良さを両立できるとは思うと、うん、ゆっくりではありますけど固めていきたい、あの景色熱狂興奮をもう一度皆さんに味わっていきたいと、うん、優勝すると口にしたというところですけども、うん、はい、あのね和久さんの話聞いてると、うん、聞けば聞くほど本当に賢いなって思う、うん石井さんってお会いしたことあるんですけど、うん、その一見キャラクターってフワーンってしてるじゃないですか、うんうんうん、でもものすごいビシッとした目してますよね、うんうん、すっごい頭いい方が、うん、しかも本当に、うん、まあ、こんな表現が正しいかどうか分かんないけど賢いなっていう、うんうん、読めば読むほど、はい、確かにその通りっていうね、うん、まあ、あとはねマー君も帰ってきたし、はい、ここでね、まあ、プレッシャーはねどんどん高くなるでしょうけど、そうですね、だから、まあ、マー君が帰ってきたからこそもう優勝を確固たるものにしないといけないっていうプレッシャーはやっぱあると思いますよ、うん、ね、うん、だからその中でね、まあ、どんな野球を見れるのかね、はい、非常に楽しみっていう、でもこう表現の仕方とかってやっぱ石井さんちょっと面白いですよね、うん、そうそう、牛乳を飲めばとか、そういう、うん、でも例えてくれる方が分かりやすいじゃんね、分かりやすいです、はい、だからそういうところも頭になって思うし、うん、なんかこう聞けば聞くほど、はい、あのワールドに引き込まれる、そうですね、うん、聞いちゃいますよね、おお、だろうだろうって、聞けば聞くほどね、うん、だからそういった意味でも、でもね、あの2013年のマークの24戦優勝、うん、あの陰には則本の15勝もあるからね、そうですね、則本が15勝して、うん、マーク24勝してるから、うん、2人で約40勝でしょ、うん、で82、3勝してるんだよね、はい、だからチームの約半分を則本とマー君が勝ってるわけ、そうですね、だからマー君帰ってきても次の来る人がもうちょっと頑張んないと、そうですね、優勝行くためにはね、でも則本投手はやっぱマー君の背中を見て引っ張られてよくなったっていうところもある気はするんです、ね、あと新人だったもんね、ルーキーでした、はい、だからそこからまた、ね、うん、来年どうなるのかっていうところはね、あのその時より今投手陣はだいぶ厚くなってますからね、でも年齢層が上がってるわけよ、枠井岸ね、はい、まだそこはちょっと高めですね、だからそこがどういけるかが分かんないから、うん、そこの頑張りっていうのもまあ大事かなっていうところはあるんですけど、はい、まあ、プレッシャーがね、かかると思いますけども、うん、自分でね教科書をね、こっちが与えてるのは普通の教科書だから、うん、それを自分で書き込んでより詳しい参考書みたいにしなきゃいけないみたいな、ね、それをこう教え合って、うん、そうそうそう、もっと骨太にしていくて、うん、でそれが伝統になる、はい、パクロいやでも
もすごい、分かりやすい、分かりやすい、うん、おーなるほどってなりますね、うん、いや本当に賢いなって思う、うん、でこういうのを見てるのも面白いわけよ、はい、そうですね、監督の談終わって、うんうん、で続いて、栗山監督、はい、栗山監督は、チームには清宮、吉田、野村ら若手で光り輝いてほしい原石も多いと、みんなイメージのある原石と、ゼロもあるし100もあると、若手が何人か出てこないとどうにもならない、自分で試合に出るポジションを掴んでほしいと、大事なことは優勝するその瞬間にダイヤモンドとして輝いているか、仮に選手が発展途上であってもたくさんの選手がキラキラしていれば勝てるはずだし、勝てばさらに磨きがかかると期待すると、うんうん、で、今日選手の前で発表しましたが、キャプテンね、誰か一人ではなく全員がキャプテンのつもりでやってくれとお願いしたと、新人も自分がアマチュア時代に中心選手であってどうあるべきかっていうのは知ってるはずだと、そのつもりで新人もベテランも関係なく自分がキャプテンだと思ってやってほしいという、うん、だからまあ若手の態度がないと苦しいっていうのもね理解してるっていうところと、うん、はい、まあね、ダイヤモンドの、まあ、0か100かっていうね、はい、まあ、0もあるからね、うん、だからそこをもうそろそろ清宮もね結果出していかないとっていうところもあるしね、はい、これ全員がキャプテンっていうのもいいのよ、はい、結局キャプテンだからって何かしなければいいわけでもないし、キャプテンじゃないからって何もしなくていいわけじゃないんだよ、うん、キャプテンでもキャプテンじゃなくても自分が中心と思ってチームを引っ張っていく姿勢の集合体がいい組織になるって俺は思ってるから、うんうん、そういった意味でも良かったなと思うんだけども、はい、このね、はい、1年前の栗山さんのコメントがあるの、へえ、1年前ね、はい、2019年の栗山さんのお言葉です、はい、清宮は来年だから2020年のこと、はい、3割30本間違いなく打ちますと、おで、打てなければ大批判 してもらってもいいと、おで結果が出なかったら来年はここにいないと、打てなければ2軍、うん、2軍わめこうがなこうが言うことは言うしやってもらわなければいけないと、うん、情を全て捨ててやりますって、しかも今年も言ってるんですよ、はい、今年にね、うん、さっきのコメントは去年だけども、はい、今年の早々そうも情は全て捨ててやりますって言ってるんです、はい、うん、まあまあそれは確認したいですね。そうですね、はい、去年もね3割30本は間違いなく打てなかったんですけども、うん、打てなければ2軍って言っても2軍落ちてないじゃないですか、はい、そうですね、うん、だからどうなるのかなと思ってね、うん、まあまあ栗山さんもすっごい期待はね、うん、してるんでしょうね、はい、でも結果が出なかったら来年はここにいないって言ってね、じゃあまあ結果が出てるってことなのかな、分かんないけど、まあ、ある程度出したってことなんですね、うん、そうそうそう、はい、でもこの中に、うん、うんとは思うんだけど、はい、うん、あのでだってあの、はい、結果打てなかったら大批判してもらっていいって言ってんだよ、うん、だから大批判 してるわけ、まあ、いいんでしょ、3割30本いってないですもん、ね、だから大批判してもらってもいいって言ってるから、はい、ね、うん、ダメだったら2軍って言って、はい、2軍じゃないんだよ、はい、まあ、ダメなんだ、批判してもいいんじゃないですか、ね、いいって書いてるから、はい、言ってんだもん俺ちゃんとそれ聞いてたから残ってるのがすごいですねそれ残してんだよちゃんと、はい、俺はね、すごい、だからまあね、どういう姿勢でやるのかなっていうのがね、はい、うん、あとはもうね、有言実行、はい、続いて、はい、じゃあ6位の中島監督、はい、正直監督就任ね、荷が重いと思いますし不安もたくさんありますと、うん、このチームがどう強くしてどういう風にして強くしていきたいか、うん、このチームで勝ちたいという気持ちでこのチームで勝ちたいという気持ちで受けさせてもらったと、うん、だから正直ですよね、そうですね、荷が重いし不安はあるけども、うん、このチームを強くしたいと、うん、勝ちたいという気持ちを引き受けたと、うん、で勝てるチームにするということは簡単なことではないと、うん、何からということよりも根本的なところ基礎の基礎からやっていきたいと、そこに特効薬というものはないと思っていますし、それがいつ実を結んでくれるかと思いますと、うんうん、あの去年の年末に来季の期待をというところで込めたんですけど、はい、正直ですね、しかもその難しいことを分かった上でのコメントってすごいなんか共感を得ますね、うん、ここでなんかね優勝しますとかできますって嘘こけって思うじゃないですか、うん、でもなんかこの本当に正直な気持ち、うん、この難しさと、あと中島さんのなんかこの、うん、気持ちっていうか人間味が溢れ出るコメント だったかなと思いますね、そうですね、うん、なんかもう基礎から一からやっていきますっていう、うん、その実直な感じが出てますね、特効力はないって、それは、うん、そうなんだけど、でもそれってなかなか言えないことよ、はい、やっぱり長になったら優勝しますって言わなきゃいけないじゃん、思ってなくてもね、上を目指してってね、うん、言わなきゃいけないところでそう言って、うん、なんかしっかり自分のチームと向き合って、はい、それを正直に話せるってなんか素晴らしいなと思うんですよね、うん、でまず第一クールは選手たちの仕上がりの具合を見ると、はい、厳しさを求めながらも怪我をさせてはいけないことが大前提と考えると、うん、どれだけ自主トレをやったとしてもみんなで動くと違うと、うん、人の動きに合わせると疲れ方が違う、ワンクールはぬるく思われる可能性もあるけども、
どこまでやっているのか、かえって信用してない選手のことをね、うん、どこまでやっているのかを信用してないから見させてもらうと、うん、自主トレって自分の好きなことをやるし、チームでやると違う使い方、体の使い方するんで疲れると、うん、こっちも見極めるんで、信用してないんだもんっていう選手を、うん、だからやっぱり選手だったから、うん、はい、素直な気持ちですよね。そうですね、うんうん、でも厳しい言い方したら、はい、そのぬるさがダメなのよね、うんうん、選手たちはね、そうやって思われてる、はい、中島さんがそうやって思うっていう方よりもそう思わせてる選手がダメなのよ、うん、だからバシッと仕上げてこなきゃ、はい、ね、サバイバルの動画でも言いますけどね、うん、なんかそういう状況だからバシッと仕上げてこなきゃいけない、こう思われなきゃ、思われてはダメなんだよね、うんうん、いやもう信用してるからきっちり仕上げてきますから、もう初日からガンガンいきますよくらい言わせると、はい、強くなると思うんですよね。だってもうはっきり選手をまだ信用してないってね。そうそう、だからそれを選手たちも笑って聞いてちゃダメよ、うん、何くそと思って、うん、じゃあやってやるよぐらいの気持ちでいくとね、うん、もっとうまくいくと思うんでね、はい、そこら辺は選手がねどう受け止めるかは気になるところですけど、うん、まあ、中島さんはね非常になんか思ってる、うん、なんか素直な気持ち、うん、だからなんかこう色つけたり、はい、大きく見せたりしてないから聞きやすかったですね、はい、うん、そうですね、スッと入ってくる感じですよね。選手たちもでもこのコメントって見てるでしょうから、うん、これをきっとね糧にというか奮い立たせてでくれたらいいですけどね、やってるんじゃないですかね、はい、まあ、ということでですね、うん、まあ、パリーグもねこのキャンプが終わった時にどういうコメントが出るのか、はい、まだチェックしてね、はい、ちょっと見ていきたいと思います、はい。